います。はい、そうですね、なんでここに立ってるんだろうってすごく思いますけど、まさか自分が卒業するとは全然思ってなくて、一番古くおるつもりだったけど、そうですね、これは自分の自己管理のせいで、思うように歌えなくなったりとか、そうですね、声がどんどん日に日が経つにつれて低くなっていったり、そういうのが続いてしまいまして、本当はそれでもやるっちゃって思ってたんですけど、最初は3ヶ月休む時はいいって言われたんですけど、私バカだから負けず嫌いだから、いやだ休養したくないってずっと思って歌ってたら、もう1年間喋るなんて言われて、私でも喋らないと生きていけないから、なんかすごい戸惑いを感じたんですけど、でも私の将来の夢は芸能界に生きていくことなので、そのためにはやっぱり将来のためにもここで治療に専念しなきゃいけないなってすごく思いました。本当に皆さんごめんなさい。オーディション受けた時は17歳で高校2年生だったんですけど、もう気がつけば19歳で1月20歳を迎えるんですけど、それまで本当にたくさんいろいろことがあって、まさか自分が副キャプテンにやらせてもらえるなんて最初は思ってなくて、先輩もいたのでどこかで甘えていたんですけど、2期生が引っ張る時代が来て、いろいろ本当言葉では言い表せないようなことがたくさんあったんですけど、それでも、私の中には不満を持ってた方も多分人間だから多分いらっしゃると思うんですが、それなのにメンバーのファンの方も、ちゃんと副キャプテン、今日はチャーギーについてきてくださって本当にありがとうございました。不器用で日本語も下手くてゴリラとかって言われるようになっちゃったんですけども、そんな私でもこう好きでいてくださる方がいたり、物販で楽しいよって言ってくださる方がいたり、名前を千秋って呼んでくださる方もいたり、きっとそうですね、どこを探しても私みたいに幸せな19歳はいないと思います。自信満々にそれは言えます。そして福岡たくさんアイドルグループいるんですけども、私はその中でも HR というアイドルグループに入ることができて、こうやって活動することができて本当に誇りに思います。どのグループよりも私は HR が本当に大好きです。はい、一緒の同じ夢をみんな見てきたんですけど、一緒にこれから歩けなくなってしまうのはすごい楽しくもある、本当は卒業したくないって思うんですけど、自分の決めたことだし将来のことを考え、この道を選んだので、でなんか物販とかでもまた絶対会おうねって皆さん言ってくれて、だから次会うのを皆さん楽しみにしていてください。もしかしたら声がアニメ声になってるかもしれないですでも本当素敵なファンの方、温かいファンの方、そして、スタッフさん、運営さん、そしてこんなメンバー、大事な大事なメンバーに囲まれながら、HR を HR 基盤の千秋を迎えることができると思うとすごく幸せに思います。本当にみんな頑張って、本当になんか私結構怒るんですよね、メンバーに。さっきみたいにこのシリーズ誰なのとか言ったりとか結構怒るんですけど、その役をちゃんとみんな優しいからさ、あんま言わないから、ちょっとみんなその役をちゃんと受け継いでほしいなって思います。誰かが言わないとダメだし、そして嫌われることを怖がってダメだよ。そんなに嫌うようなメンバーはきっといないからね。いつかみんながマリンメッセやヤフードームヤフオクドームとかでね、こうコンサートとかする日が来たら最前に座っておりますいやもうほんと実感なさすぎて何言えばいいか分かんないけど、でもほんと HR 清原千秋として、ここもう2年半経つんですけど、そういう年月を過ごして本当に良かったと思います。
で実家が来るときは怖いなと思ったり、来週からレッスンに行かなかったり、こういった公園に出ないんだなと思うと悲しく思いますが、私は私なりに、そうですね、将来のことを考え、皆さんのことをちゃんともうずっと毎日のように思い出して、これから先辛いこともいっぱいあるかもしれないですけど、皆さんの支えがちゃんとあるっていうのを胸に留めて、これから旅立って立派な女性に、もうその時からこれらの今年も言えないような女性になってると思いますので、ぜひ期待してください。はい、本当に皆さん今まで、感謝は言い切れないぐらいですが、本当にありがとうございました。CD も収録されたし、絶対未来はあるから、みんな後輩たちは後ろのポジションとかで悔しいかもしれないけど、頑張れば絶対前に立つ時が来ると思うから頑張ってよ。いいですか？はい、お利口さん。はい、大木場さん、いいですかね？あ、本当ですか？ありがとうございます。じゃあ、ミュージックスタート。
メンバー、到着次第ご案内いたしますので、それまでお待ちください。よろしくお願いします。